最初のレビュー。まだ始まったばかりよ。わかってるよ、ひかりちゃん。舞台の上では気合十分だから。ねえ、なんか変な手紙が来てるんだけど。変って何が？差出人の住所も名前もない。宛先の住所も書いてない。ということは、直接ここのポストに投函した。宛名は？それも書いてない？あ、書いてある。青少音楽学園99期生俳優育成課劇科の皆様。それって私たちのことだよね。でもなんで差出人の名前がないんだ？いたずらか？もしかして不幸の手紙とか？やめろよ、気味悪い。アミューズ、面白そうね。開けてみましょう。おい、大丈夫かよ、開けちゃって。明日の夕方、地図の公園まで来られたし。だって。でも不幸の手紙って感じじゃないわね。なんだ、よかった。来られたし、ユウンが挑発的どすな。これってほら、あれだよ。はた、はたはた、はたし状。そう、それ。でもはたし状ってもっとこう筆書きでドーンって感じじゃない？そうだよね。封筒もきちんとしてるし、字もとっても綺麗だし、招待状っていう感じもするね。招待状か。ま、行ってみればわかるんじゃない？よし、一丁行くか。わからないままってのもモヤモヤするし。危なくない？大丈夫？そうよ、何かあったらどうするつもり？その時はピューって逃げれば大丈夫だよ。そうそう、ジュンナだって差出人が誰か気になるでしょ。それは。そうだよ、ジュンジュン、みんなで行けば棒に当たる。棒に当たるのは犬も歩けばだよ、カレンちゃん。はあ、分かったわよ。この変な手紙を送りつけてきた犯人を突き止めるわよ。ここか？指定された公園ってのは。それで果たし状の相手はどこかしら。どんな人たちが現れるのかな。ララビ、あの子たちって。うん、そうみたいだね。本当に来てくれたんだ、あの手紙で。ちょっと申し訳ないわね。こんにちは、どうもお待たせしました。フロンティア芸術学校舞台表現コース1年の大月アルルです。あなたは前に会った。うん、また会えたね。で、こっちはフロンティア芸術学校舞台表現コース2年の野々宮ララフィンだよ。よろしくね。同じく舞台表現コース2年の恵比寿司よ。はじめまして。フロンティア？ああ、よろしく。んで、急になんだよ、あんな風に呼び出したりして。ごめんなさい、変な呼び出し方して。今日来てもらったのは私たちの作った舞台を見てほしいと思って。舞台？私たちみんなで作ったオリジナルの演目なの。キャプテンツインズって言うんだ。オリジナルの演目？へえ、面白そう。だったらぜひぜひ見させてもらいます。うん、見たい見たい。おお、アルル、みんな気になるって。私たちの舞台。舞台は気になるんだけどさ、
どうして果たし状みたいなもん送ってきたんだよ。果たし状？果たし状じゃなくて招待状のつもりだったんだけど。招待状？すごい、まひるちゃん正解。よかった。でも招待状って言うなら、送り主である自分たちの名前を書かないのは失礼じゃない？わざと？書いたの、司ちゃんだよね。わざと書かなかったの？本当にごめんね、清少のみんな。その通りで、分かっていてやったの。どうしてそんなことしたの？実はこの前、シークフェルトにも招待状を出してね。激フェスの前に、一度私たちの舞台を見てもらいたいな、と思ったの。ほら、私たちの学校の舞台表現コースってあまり有名じゃないから、激フェスの練習が始まる前にちょっとでもって。でもその時は見てもらえなかったの。あのフロンティアに付き合う時間はないって言われちゃったんだよね。あのフロンティアって？あなたは聞いたことあるみたいね。私たちの学校の評判、遊び半分、チャラチャラしてる、ミーハーで質が低い。そんな学校から急に招待状もらってもそうなるわよね。で、学校の名前出して断られる可能性があるんなら、最初は書かない方がいいかなって思って、差出人の名前を書かなかったの。変な手紙で呼び出してごめんなさい。でも私が勝手にやったことなの。悪いのは私だけだから、この子たちの演技は見ていってあげてくれない？お願いできる義理じゃないのは分かっているけど、フロンティアの本気の舞台見ていってほしいの。そんなわけがあったのか。確かに褒められたやり方ではないと思うわ。でも私たちは舞台少女、本気の舞台を見てほしいなんて言われたら断れないわね。ありがとう、よかったわね、アルル、テラフィね。司ちゃんはあんな風に言ったけど、司ちゃんも一緒でいいかな。ビアンスュ、もちろんよ。ありがとう。じゃあすぐ他のみんなも呼ぶからちょっと待ってて。ねえ、舞台ってここでやるの？うん、いろんなところでできたらいいなって思って、こういうオープンな場所でもできる舞台を作ってきたんだ。野外劇パジェントってことね。ますます面白そうだわ。うん、楽しんでくれると嬉しいな。これは、歌い歌われ、踊り踊られ、エチュードの始まりです。これからって時に。はあ、タイミング悪いわね。ちょっと待って、私たちこれから舞台を。アルルちゃん、私たちアルルちゃんたちの舞台見たい。え、私たちだって楽しみにしてるのよ。安心しろって、必ず見るから。そうそう、だから今はエチュードに集中かな。うん、そうだよね。ダラフィン、司ちゃん、行くよ。うん、大丈夫？アルル。これくらい大丈夫大丈夫。あんたたちさ、結構やるじゃん。え、うんうん、エビスさんのステップ一つ一つすっごく大事にしてるのが伝わって綺麗だった。噂なんて当てにならないものね。驚いたわ。
司ちゃん、私たち褒められてるよ。よかったわね。青少の子たちもみんないい子でよかったわ。少し遅れちゃったわね。でもその様子なら問題なさそうね。みそら遅い。ごめんって、今日は私も激フェスの手伝いだったのよ。ごめんなさいね、アルルちゃん。ミソラちゃんを借りてて、ご挨拶がまだでしたね。フロンティア芸術学校舞台表現コース2年の胡蝶静葉です。以後よろしくお願いします。台場さん、西条さん、この前は激フェスの打ち合わせでお世話になりました。静葉ちゃん、そっか、そういうことなんですね。はい、そういうことなんです。はい、で、こっちが私の友達のみそらです。すっごいスタミナなんだよ。自分で挨拶するってば。フロンティア芸術学校舞台表現コース1年の加納みそらです。きっとアルルがいろんな失礼なことを言ってると思うんですが、ごめんなさい。そんなことないよね、カレンちゃん。アルル、他校の先輩にいきなりちゃん付けしないの、そういうところよ。大丈夫だよ。だよね。いいんだ、それならまあいいんですけど。そういえば次のオーディションの相手はフロンティア芸術学校だったわね。そう、私たちはトップスターになって世界中に私たちの舞台を届けるの。世界中に？世界中の人に私たちのことを、私たちの舞台を、私たちの楽しいって気持ちを知ってもらいたい。随分と壮大な夢ね。まさしく夢物語とも言えるような美しくも遠い夢ですね。天童マヤ、それにみんなも？なんで？役者は揃いました。え？相変わらずいきなりね。それでは青少音楽学園対フロンティア芸術学校のレビュー開演です。天童マヤさん、西条クロディーヌさん、確かに遠い夢かもしれませんが、夢を夢のままにしない、アルルちゃんはそういうタイプなんです。アルルなら本当にやりそうな気がするんだよね。うん、でも私だけじゃなくてフロンティアのみんなもそうだと思うよ。わかりました。それでは見せてもらいましょう、あなたたちの夢への思いってやつをね。そうと決まれば始めようぜ。うん、負けられない、私たちも。皆さん、トップスターを目指して歌って踊って奪い合いましょう。やりきったね。ええ、私たちも彼女たちも届かなかった。はい、あと少しと思ったんですけど。あなたたち、ねえクロちゃん、さらっとあだ名で呼ぶわね。何？私たちの夢への気持ち伝わったかな。何？聞かないと不安ってわけ？そういうわけじゃないけど、やっぱり気になるもん。だったら伝わったって確信できるまでもっと頑張るのね。本格的に舞台に立つようになったの、まだまだ最近でしょ？多分1年未満？すごい。よくわかったね。うん、夢に向かってもっともっと頑張らないとね。おう、努力は裏切らないからな、
あら、双葉班、アルル班が舞台歴浅い聞いて共感してはんの？いいだろう、別に。アルルの荒っぽいダンスとか見てると、ちょっと前の自分を見てる気になんだよ。あ、そうだ、私たちの舞台、みんなに見てもらうって。そういえば、そういう話だったわね。はい、大月アルル、やる気十分です。はい、私見たい。私たちはそのために来たんだもんね。もちろん。拝見しましょう。ありがとう。じゃあ。うーん、面白かった。セッサ、これぞエンターテイメント。とにかく楽しませようって舞台だったわね。あの海賊の立ち回りとか参加したかったな。うん、それにしずはちゃん上手だったな。中学生の時と比べてすっごい成長してたよ。エビスさん、野々宮さんも高いレベルの演技でした。それに飽くなき挑戦心、そしてエンターテイメント性、技術の良し悪しを超えた見応えのある芝居でした。あら、天童マヤが褒めるなんて。彼女たち似ているかもしれません、あなたと。え、何それって、どういう。よし、カレンちゃん、どこ行くの。学校、スターライトの練習してくる。ちょっと、今何時だと思ってるの。なんだか収まらなくって、くるくる、ふつふつしちゃったから。うずうずかな。そう、それ。そんなこと言っても、早く寮に戻らないと門限ギリギリよ。まあ、気持ちはわかるけど。私も行くわ。本当？じゃあ今から学校に忍び込んで。明日にしてください。そしたら私もレッスン付き合うから。じゃあ明日はみんなで早朝レッスンだね。